何言ってんだ、早く守れよ。ちょっといいよ、ちょっと。あ、じゃあ時間まで。はい、お願いします。守るか。ちょっと守る。守備は皆さんね、お任せしますんで。なんだそれは。できる限り DH は出さないでください、今日。自分たちそうじゃねえ。3人そうじゃ、3人。僕はバブル期ありましたよ。寂しい。肩痛いし。でも師匠たまには立つっていうのもいいよ。そうたまにはあそこばっかじゃなくて普通に立った方が。どこ守ったら一番セカンド、セカンド。ファーストだよ、みんな。ファースト。いやいや、ファーストダメでしょ。引くかな。お前ファースト。セカンド、セカンド、セカンド、セカンド。ぜひ、君みんな言う。どこ守ったら。あー、キャッチャーって顔面バーン。顔面バーン。師匠、師匠。すげえ、ボコボコ打たれてたし。師匠、グローブはどうした？グローブありますけど。まだ針金でやってんの？いや、違いますよ。無理。俺両方とも仕事だから。だから人数集まんだったら、今日。はい、これも両方とも、この日は両方ともが仕事。全然前に。いい球場だけどね。今俺の部署はもう完全に6時半ぴったりですよ。厳しいからさ。そうなんだ。うん、いや帰ろうと思えば帰るけどさ、なんか。うん、まあ、遠いんだよね。まあ、北の方なんだよね。よいよ。
ちゃう。名古屋さん。あいつが。次は30日、だから今年はもう月2回でやりましょう。いやいや、あ、もう言っとくけど、師匠も月2回以上出ない、はい、うん、だから変な話、人数集まればあれだけど、うん、まあ、ボールとかあとそういうのは師匠がダメなの、うん、だからもう来れる人で、うん、ボールの管理とかちょっと協力してもらって、うんうん、ボールは俺も持ってるけどね、あ、道具試合球と思ってます。試合球は持ってないんだよね、練習のバケツいっぱいだから今度試合球、今度試合球買うから、それを普段来れる人に、うん、もう3人ぐらいにこう分けて、うん、だから3箱買えばさ、いや俺も持ってる、そうそうですね、俺は保管しようか。このボールじゃないですか。そう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 、丸い丸ポツの。止まれない。ザックサイクル。止まれない。時間がなってきたんじゃないの。寒いからさ、超白い。白い北朝鮮、俺今日肩ダメ。寒いよ。いてるよ。ないもないも。やる？ここまで行ってるの初めてだよ。まさか。ファーストファースト。ああ。おばさん何今回ドカベン見てんの？え、見てるよ。見てる。もう出ましたね、荒木慎太郎が。え、荒木慎太郎が出てきましたね。あ、本当？あ、ごめんごめん、言わないで。俺見てないで。週刊誌の見てない。コミックで見てない。ダメだよ。やべやべやべ。出てきたの？やべやべ。慎太郎が出てきたんだ。慎太郎出てきたよ。そっか、しばらく出てこなかったよね。札幌メッツが今なんかはもう終わるんじゃない？今札幌メッツの。知らねえ、メンバー知らねえ、あの野球教のさ、ねぶたとかさ、あ、それ言わないで、俺にはコミックで、あれで村雨も出てる、村雨、知らねえ、知らねえ、あの数珠のさ、あー、いたねえ、でもさ、でもあいつ出てこないよね、本当に下げを、そうでしょ、ジンだろ、うん、ジン忘れちゃったのかな、連絡しようかな、俺忘れちゃったのかな、よいしょ、よいしょ、はい、ないよ、終わっちゃったの、終わっちゃった、終わっちゃった、ごめんごめん、はい、最終回行きましょう、ね、まだね、2打席しか打ってない人いるか